やっぱ自分家が一番だな。悟空さん、修行さん終わったんだろ。だったらたまにはどっかにお出かけするべ。終わったわけじゃねえけど、まあいっか。なら決まりだな。せっかく悟空さんが免許も取っただし、夫に大きな車でも借りて家族3人で湖畔にでもドライブに行くだよ。そうすっか。なんか準備はいるか。持ってくお弁当作りてえから、肉と魚をいっぺー取ってきてほしいだ。肉と魚だな、任しとけ。どんくらい必要なんだ。そうだな、欲しいのは欲しいのはこれで全部だ。よろしく頼むだよ。父の弁当楽しみだな。よし、これで全部だな。父んとこへ戻るか。材料集め頼むだぞ。父、弁当の材料こんなとこでいいか。もう持ってきてくれただか。さすが悟空さだ。父の弁当楽しみだな。腕によりをかけて料理するから、ちょっと待っててけろ。よし、お弁当も詰め終わっただ。うひゃー、いい匂いがすっぞ。せっかくだし新しい料理に挑戦してみたべ。料理の幅も広がったから期待していいだ。おお、そりゃ早く食ってみてえな。お弁当は目的地に着くまでお預けだべ。そんなら早く出発してだな。みんなで出かけるのは久しぶりだから楽しみだな。父の弁当は楽しみだけど、この運転中の苦手なんだよな。みんなで均等に乗っていったら楽なのによ。均等運で行ったらドライブになんねべ。それに車の方がムードがあっていいべさ。そんなもんか。そういうもんだ。悟空さ、初めて会った日に二人で均等運に乗ったことを覚えてるだか。もちろんだ。芭蕉船を借りに亀仙人のじいちゃんに会いに行った時のことだろ。なんだ、あの時オラ悟空さんの後ろでこの人のお嫁さんになるしかないって思っただ。あ、そうだったんか。んだ、今になってみるといい思い出だべ。結婚を約束した日から天下一武道会で再会するまで、オラは悟空さんに会えるのをずっと楽しみにしてただ。お母さん、お父さんと一緒にいられて嬉しそうだな。お父さんが心臓病で倒れてる間、本当に心配そうだったもんな。そうだ、せっかくだからしばらく二人きりにしてあげよっと。あの、僕ちょっと用事を思い出したから、二人は先に行ってて、僕もすぐ追いつくから。え、ちょっとご飯ちゃん。大丈夫だよ、目的地は分かってるし、車より武空術の方が早いから。しばらく二人でドライブしててよ。そうけ。それじゃあ悟空さん、二人でドライブに出発するだ。分かった、それじゃご飯後でな。さて、これからどうしようかな。電話だ。誰からだろう。はい、もしもし、ご飯ですけど。あ、ご飯くん、私よ、ブルマ。あのさ、ソンくんいる？え、お父さんですか。お父さんはたった今お母さんと出かけちゃいましたけど。もうタイミング悪いわね。あの、どうかしたんですか。あのね、今うちで
クリリン君が連れてきた人造人間を修理してんだけどさ、頭に埋め込むチップに使う素材が足りないわけで、調べてみたらご飯くんの家の近くでしか取れない鉱石を使ってるらしくてさ、ゾン君に取ってきてもらおうと思ってたんだけど。なんだそんなことですか。だったら僕が届けますよ。今時間もあるし。本当？ラッキー、助かる。それじゃあさ、悪いけど今から言うやつを持ってきてくれる？はい、わかりました。それを持っていけばいいんですね。それじゃよろしくね。暇だったしちょうどいいや。よし。なんとか勝てそうだな。ブルマさんが言ってたものってこれのことだよね。そうだな。お前の相手は僕だ。カメラメン。帰ったら勉強しなきゃな。あと一つだ。僕でもなんとか勝てそうだな。これをカプセルコーポレーションまで届けないと。しました。これでいいんですよね。うん、それそれ、上出来よ。ありがとう。あとはこれを使ってチップを作れば
ちょっと、その姿は何よ。本当にご飯くんなの？は、はい。この姿には事情があって。事情って、何があったらそんな。冷静に考えたら、あんたたちサイヤ人は元から無茶苦茶だし、そんなこともあるわよね。いちいち突っ込んでたらこっちの身が持たないわ。さすがベジータさんと一緒に住んでるだけあって、こういうことに冷静だな、ブルマさん。とにかく素材を持ってきてくれてありがとう。は、はい。逆に驚かせちゃってごめんなさい。でさあ、ごはんくん、どうせなら人造人間が治るとこを見ていかない？大丈夫だとは思うんだけど、やっぱり何が起こるかわからないしさ、いてくれるとすっごく助かるんだけど。あ、そうですね、わかりました。これが人造人間。お父さんを殺すために作られた存在か。いやあ、できたできた。うまくいったんですね。うん、ここまではね。ごはんくんが持ってきた鉱石がうまく適応したわ。小さいけど、このチップこそが人造人間にとっての命ってところね。さーて、あとはこれを頭に入れればバッチリなはず。どうかしら。うん、俺は。よし、動けたわね。あんた名前は言える？名は16号、人造人間16号だ。そうか、俺はクリリンに連れてきてもらった。修理してもらうために。オッケー、記憶回路も順調に動作してるみたいね。成功じゃな。やった、やりましたね。お前たちが俺を直してくれたのか。ありがとう、礼を言う。なーに、別に構わんよ。それにそこのご飯くんも手伝ってくれれば修理は完了せんかった。ご飯。こんにちは。孫ご飯、俺の記憶データにある存在だ。孫悟空の息子だな。ちょっと、孫くんの息子だからって暴れないでよ。そんなことはしない。俺の目的は孫悟空だけだ。息子は関係ない。あ、そう。そういうのはあっさりしてんのね。うん。じっと見つめて、なんだろう。博士、なんだね。この体、どこまで治っているか動いて確かめたい。近くの森に行ってもいいか。うん、まあ構わんが。孫悟飯、お前も来てくれるか。もしもの時に備えてな。はあ。悪いけど行ってくれる？まだ動き出したばっかりだし、一応暴走するようなことはないと思うんだけど。わかりました。俺は先に行く。森で会おう。ごはんくん、よろしく頼むわね。